突然ですが伊藤さん、はい、ここでスペシャル企画に移りたいと思います。はい、もし伊藤さんがピュレ組のプロデューサーだったら、どんなフレーバーを開発しますか、はい、これは間違いなく売れるぞという味を考えていただければと思います。<laughs> 間違いなく売れる。はい、ちょっと、はい。私が考えたのは <laughs> 紅生姜です。紅生姜ですか <laughs> それ<は>え。ありそうでなかった。 だいやつですよ。なありそう。なるほど。いやでもありそうでなくないですか。<laughs> とおっしゃってますが、上田さんいかがでしょうか。<laughs> そうですね。色もピンク色で可愛くなりそう。可、う、愛、んね、くなりそう。ですよね。どいうことは？ということはただ。 個人的にはすごく好きなんですけど、今回は不採用ということで、ちょっとごピュレ組さんのちょっと胸には合わな念。まあ確かに美味しそうではありますよね。なんとなく想像できる味でした。ね、今回はちょっと全然では。またいつかリベンジしたい。確かにまたね、いつかリベンジしてください。はい。